皆さんこんばんは、こんにちは、ちゅんまるです。はじめまして、お初にお目にかかる方もいらっしゃると思います。僕はもともとスマホの配信アプリミラティブにいました。シオンさんが YouTube やっていたので、まっちゅんまるもこっちに移動、引っ越し、することになったんですけど、2週間2周年記念の時に、リリースするということでいたんですけど、なかなかね出てくるタイミングがなくて、でちょっとズルズル来てたら、でももうちょっとでシオンさんの3周年、いやちょっとねまずいと思って、ちょっとこのタイミングであれなんですけど、ちゅんまるリリースはまあ前からしてたんですけど、正式に登場することになりました。よろしくお願いします。で、ずっとねこの姿でいるのもやりづらいと思うので、ちょっと大人の都合で申し訳ないんですけど、ま、仮の宿主をねご用意しましたので、ま、この機会にちょっと転生してみたいと思います。それでは行くよ。こんばんは。改めまして、ちゅんまると申します。宿主の名前は一応、ありまして、あやめチェンさんです。大体と書いてチェンと読みます。こんばんは。どうしよう、こういう時は、この姿の時はあやめって呼んでくれたらいいのかな、どっちでもいいや呼びたいようで呼んでください。はい、では軽く自己紹介したいと思います。まず名前、こちらに、テロップ出ると思うんですけど、あやめチェンと申します。よろしくお願いします。はい、性別男、一応こっちでも男です。まあ、そっちの方がやりやすいのかなとか思ったりもして、で年齢は、一応秘密シオンさんよりは年上です、こう見えて。はい、今後どんな活動をしていくのっていうところですが、シムさんとやってることは多分変わらないかな。ゲームしたり ASMR したりかな。
するかな、わからないけども、リクエストがあったらやります。で、あと、料理のね動画とか出せたらいいなって思ってます。うん、この趣味はゲームかな。あと、あのスマホで漫画読んだりかな。Amazon でネット、サーフィンとか、かな。特技はこれから見つけていきます。で、配信 ?SMR なんですけど、あやめ単体でやるかな。リクエストあればやると思います。でも最初はシオンとタクオくんでやると思います。あの右耳シオンで左耳あやめかな。うん、両耳そう、両耳男の子に攻められる ASMR かな。あと、あれ、テレバーの方も、もう、シオンにね、強引にやれやれ言われたら、やると思います。で、一応この、体、宿主は、量産型の、モデルになってますので、一応あやめのモデル決定ではないので、まあゆくゆく新しい子をね目指して、頑張っていきますかな。喋ればいいの、しよう。行っちゃったよ。じゃあ、なんか一応コミュ障です。喋るの苦手です。喋るの苦手ですけど、これでもシオンのマネージャーしてます。あのスケジュール確認したりとか、企画とか、あとなんだろう、コラボとかいろいろするときはシオンのアカウント、あのツイッターとかね管理してます。たまにね、あのシオンツイッターいじるのサボるから、代わりに私がリプしたり、言っちゃったごめんねシオン、あとはアイネバの活動も多分シオンの方が多分多いと
けど、まあみんな次第かな。今日はあやめちゃん丸できてほしいとか、今日はしおんとか言われたら、多分来るかもしれません。はい、ともちょっと短めではありますが、簡単に挨拶させていただきました。もし質問とかございましたら、下のコメントに、カキカキしといていただければと思います。はい、それでは、もし、ちょんまるをもとい、あやめのことを今後とも応援してあげるよ、仕方ねえな、で、よかった、高評価、チャンネル登録お願いします。まあシオンみたいに可愛くはなれないと思うけど、もう僕なりに頑張っていきます。シオンのリスナー様、今後ともよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。